お日様ロケットは、小畜芸能に所属していたお笑いコンビ。2007年7月結成。それ以前に、コンビ4組の8人、ユニット、揺れる絨毯、スクランブルで、毎月1回、日曜日に、代々木公園での路上ライブ、3ヶ月に1回単独ライブを行っていたという、関係もあり、当時、 タン・バリン、アンジのお互いのコンビが解散したばかりの二人によって結成に至った。コンビ名の由来は、横溝曰く、雪が太陽が好きで、自分は宇宙飛行士を目指していたからとのことである。2010年4月10日に長野県の幸楽寺にて漫才ライブを行った。2012年3月いっぱいで、横溝が、 松竹芸能を退社したため、お日様ロケットは活動休止となる。この後、中村は、中村説として、ピンで活動。横溝が中村に対し、ネタぶり、無茶ぶりなどをしていくという形が多く、それに応じて中村が大きな身振りをしたり、動き回ったりしながらの、乗り突っ込み漫才などがあった。この他、横溝が、 人とオランウータンのコンビという前振りをして、中村が、オランウータンの真似をして、乗り突っ込みをするということがある。かつては、ボケネタをした後で、か、辛い、バカ、などと言い,い、倒れるなどのアクションをつけながら演じたこともあった。中村節出演も参照。AB シンデレラクラブ関東版、今月のシンデレラおひさまロケットさんより、芸人名館、おひさまロケットより、 中村節公式ブログご報告です。ありがとうございます。